皆さんこんばんは。パノラマパノマタウンボーカルギターの矢渕壮太です。バックステージカフェ BSC ラジオ、ライブとあれこれという番組が、スタートしました。今回ですね、収録放送なんですけども、収録をしているのがですね、リキッドルームが終わった後で、興奮冷めやらぬまんま、しかも手術する直前なんですよ。僕喉にポリープが、ありまして、その喉のポリープを、摘出する手術が、控えているんですけども、その直前ということでね、なんかもうすごいこういろんな思いが入り乱れた状態なんで、ね、結構こうなんだろうな、タイムカプセルに入れたいような放送になるんじゃないかなと思ってますけどね。なんかこう今しか言えないこととかがいっぱいあると思うんで、最後までお付き合い、してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。リキッドルームね、誕生日だったんですよ。そういえばその前日が、で1月18日が誕生日で、で1月17がメジャーデビューの2周年だったんですよ。メジャーデビュー2周年発表しだから2周年の日があって、25歳のね、誕生日が18日にあって、で19にリキッドルームがあって、ツアーファイナルがあって、そこからちょっとも休息もないまま、手術になるというね、本当にこういろんなことがこう目まぐるしく起きてる、中ですけどもね。でも25歳なんですよ。24まではなんかこういいんですけど、25ってなんかあんま喜べなくて、僕25ってちょっとなんかなんだろうな、カラオケでうるさくても24歳の人ならちょっと許せるじゃないですか。25歳の人はちょっとカラオケでうるさいかったりしたら許せないなみたいな、なんかこうなんだろうな、悪乗りしていいのがなんか俺24までな気がしてて、25ってのがなんかねちょっと重みがある数字だね。で25から29は大体一緒な感じするんですよ。25から29は多分そんな一緒だなと思うんですけどね、24から25って結構でかい数字だなと思っちゃって、なんかねあんま喜べなかったんですけども、はい。ただ誕生日もリキッドルームの前日ってこともあって、リキッドルームの準備をしたりとか、あと声が出なくなるんで曲を今いっぱい作ってて、遺書みたいに曲作ってるんですよ。もう本当にこれが最後の言葉だっつってね、いっぱい曲作ったり歌詞書いたりしてて、まあそれが今楽しいんですけど、であまりにもなんか歌詞書いて曲作って、でそのリキッドの準備してたから、これちょっと誕生日でもったいないなと思ったんで、表参道の寿司屋に行きまして、一人で1万円のコースで寿司食ったんですよ。したらなんかね全然良くなかったっすね、なんかなんかやっぱ一人で寿司食うってのはあんまりやっぱり良くないですね。あんまりなんかその寿司ってやっぱりおごってもらうっていうバリューだったりとか、親に出してもらうっていうバリューだったりとか、なんかその俺ここまで来たんだって言って食べるものみたいな感じがあるけど、なんか別に何も成し遂げてない誕生日で25になって一人で1万円で寿司食うのあんまり良くなかったですね。ただ美味しかったんですけどね、はい。まあでも誕生日っぽさはあったなと思います。うさすけさんからいただきました。こんばんは。娘とリキッドルーム行きました。場内 BGM 岩渕さんの選曲ですか。私のティーンの頃の映画サントラばっかりで、開演を待ちながらほろ苦い思い出が蘇りました。特にネバーエンディングストーリーが好きで懐かしかったです。ネバーエンディングストーリーについて話してほしいです。手術、お医者さんの言うことをちゃんと聞いて身を任せれば大丈夫。連絡待ってます。岩渕さん手術行ってらっしゃいです。波越さん、田野さん、夢木さんもライブで見れるのを楽しみにしてますということなんですよね。ありがとうございます本当に、ね、他のメンバーにも伝えておきます。岩渕さん手術行ってらっしゃいです。お医者さんの言うことをちゃんと聞いて身を任せれば大丈夫って、そりゃそうだろうと思うんですけどね。お医者さんの言うことちゃんと聞かないやついいのかなと思うけどでもちゃんと聞いて身を任せてね、無事に帰ってきたいなと思いますけど、ネバーエンディングストーリーに思い入れあんまないんですけど、曲がいいっすよ、曲がいいし、あれなんですよ、だからストレンジャーシングスっていうドラマがネットフリックスであって、まあもうだからネバーエンディングストーリーがネタバレみたいなもんなんですけど、ネバーエンディングストーリーってすげえいいとこでかかるっつって、でやっぱ今回そのストレンジャーシングスにすげえストレンジャーシングスをメンバーがすごい好きだったから銀河系みたいな世界ができたみたいなところの
多少なりともあるんで、今回あの BGM に入れさせてもらいましたけども、あの俺の選曲じゃなくて、これタノが選曲してるんですよ。今回 DJ シックボーイですね。タノじゃないです、 DJ シックボーイがやってるんですけども、タノがやってて、あれですね、だからその時代に流行った曲だったりをいっぱい入れてるから、まあ、それこそねバンヘイレンのジャンプだったりとか脈絡なく出てきたりだとかで、あと急にあのユニバーサルスタジオジャパンのあの順番待ちの時に流れてる音楽みたいな、まあジュラシックパークの曲だったりとかが流れたりしてますね。なんか一回なんかツアーでジュラシックパークの曲がむちゃめちゃ大音量で流れて僕ら登場したことあったんですけど、恐竜出てくると思うぐらいので、なんか恐竜出てくるんじゃないかっていう恐竜出てくる時の前振りぐらいの音量だったんで、ちょっと面白かったですけどね。あのでもあのタノがやっぱズバッと世界を作ってくれたなと、思いますけど、ね、娘さんとリキッドルームってのはありがたいね本当に。銀河系お悩み相談室もやっております今回ね。お悩み相談、来ておりますけども、トンさんから来ました。昨年4月に転職し、今の職場で1年目として働いています。後輩として先輩に指導されること、時には怒られることもあります。私は普通に聞いているつもりなのですが、その時の様子がふてくされているように周りから見られてしまうことがあるようです。人に怒られている時、どんな風に話を聞くのが正解だと思いますか。リキッドルーム公演参加させていただきました。普段の生活で溜め込んだものを大爆発させて存分に楽しむことができました。復活を待ってますということなんですけども、ふてくされてるように見える人いますよね。いやいるんですよね。いやでふてくされてるように見られちゃうんですよっていう人って本当に僕の友達でもいるんですけど、その人はすげえ開き直ってましたね。ふてくされてるように見られるから、あのちょっと笑顔になった時だったりとかをがあのその笑顔が輝いて見えるみたいな。ふてくされてるようにずっと捉えられてるから、だからヤンキーが優しさ見せた時みたいなノリで、その方が得だっていうのを言ってたっすね。俺でも最近こう思うんですけど、機嫌悪い人ってやっぱり気使うじゃないですか。俺はすごい機嫌悪い人いたらすげえ気使っちゃうんですけど、機嫌悪い人がやっぱり喜んだら嬉しいじゃないですか。で機嫌悪い人が喜んだ時嬉しいなって内心ほっとした5秒後ぐらいに、あれこれ機嫌悪い人のペースで俺の感情操作されてんなって思ってちょっと辛くなったりしますね。これ別にお悩み相談にはなってないですね。お悩み相談にはなってないけど、そうそう、だからペース握ってるってことでもあるかもよっていう、そうふてくされてるように見られるってことは、だからそのトンさんに対して気使ってる人もいるかもしれないし、トンさん大丈夫かなっていう、トンさん元気になってって思ってるっていうのが裏腹にあるかも。先輩とかでも後輩でもトンさん笑顔になってくれたらいいのにみたいな思いがあるのかもしれないし、うん、だから自分のこと思ってくれてる人なんじゃないですかねと思うけどね。で人に怒られてる時に皆さんはどんな風に話を聞くのが正解だと思いますかっていうのは難しいですよね。怒られてる時こそでも怒られてる風の顔しようと思いますけどね。俺はなんかこういやそうっすよね、本当そうっすよねみたいな、あの眉間にしわ寄せれば結構怒られてる感出るんで、眉間にしわ寄せてごめんなさいみたいな感じをやるといいと思います。眉間にシワある人大体怒られてるなっていう感覚がこっちもちょっとこれ以上眉間にシワできてるしこれ以上言うのやめようって思うかもしれないんで、眉間にシワ寄せるのおすすめですけど、まあ間もなく手術しますんで、俺だから肉声として残すのが最後ぐらいのものなんですよこれ。本当に肉声のタイムカプセルみたいな遺書みたいなもんなんですけども、だからまあ無事取って帰ってきますんでね。ほんとなんかでもね、プリンを スプーンでプリンすくうじゃないですか。その時にこうベニャって取れる感じあるじゃないですか。ああいう感じらしいですよポリープ取るのって。なんかそんななんかこう裂く感じじゃなくてもっとこうすくうみたいなニュアンスらしいですね。これ嘘なんですけど、はい、まあ、無事にやって帰ってきたい。これからもよろしくお願いします。